今回は中村スミレ二段のネット後の対局を見ていきたいと思います。黒番が中村二段で白番が韓国のプロの方ですね。でこすみましたね。でつけてきましたね。 で白はこの下がりっていう手は隅のね地が欲しいですっていう手ですね。白はしっかり隅,を隅の地を取りましたね。でここでカけから中村二段の宇宙流が出ましたよね。右上係に対して受ける手非常に大きいんですが。 まあ中村二段は独特の布石感覚持ってますんでまあそれよりもですね下辺の黒模様を広げていこうという宇宙流の作戦ですよね。白としてはこちらに三々に入ってしっかり字を取りましたね。でここでも宇宙流の一手現れましたね。これ部分的にはつなぎとか打てば 白開きになるんですがまあこれも普通の手なんですが場合によってはこっちで打つ可能性もありますんで押さえて白切りとなって上辺開くとまあこういうふうに打つ可能性もありますんでこれ両方の可能性を見て保留したんですね形を。 でこちちらに打ちましてまあこの打ち方がやっぱり中村レ二段にしか打てない本当に天才的な打ち方宇宙流の打ち方ですよね。最近ははプロででで宇宙流で打つ人がほとんどいないなすからねこういう打ち方は本当に見てて気持ちのいい打ち方ですよね。でこちらに打つ手これが先手なんですね。 これ白はちょっと手抜けないですね手を抜くとまた攻められ,攻められてしまってこれ白危ないですからね。こういう手がね先手になってくるんですね。でこれ下がったと厳しい手でしたね。ちょっとここら辺間薄いのでまあこういうふうに打てばね硬いんですけどね。 まあ実戦はより厳しく打ってきましたねこれだとちょっと黒も薄いので白は何かやりたくなりますねまあただ中村2段読みの力が非常に強いので戦いになるんですが読みの力でカバーしていこうという打ち方ですね 後ろも厳しくねどんどん切ってきますねでこの手にこちらに受けた手がいい手でしたねこの手いい手でしたね押さえてしまうとこちらに当てる手があるんですね取るのは当てられてこれ種石が取られてしまいますね ダメ詰まりなのでぐと全部取られちゃいますね。だからこの瞬間こちらにこちらにツぐしかなくてでこれは切りでここの黒地3目を取ることができますね。 実戦はこの竹筆で受けた手が並びで受けた手がいい手です,ですよね。で押さえて白もしっかり一気に来ましたね。でこれで中村二段のね宇宙流がね完成してきましたね。下辺が大きなね。 黒模様になりましたねこういうところ打ち方が素晴らしい強いですよねこういうところね白が消しに来たんですけど受けずに攻める手を重視してますよねで、これも周り黒石が たくさんある場所での戦いなのでこれは圧倒的に黒が有利な戦いですよね、まあ、白を仮に生きられたとしても下辺がしっかりとした確定時になりますし、まあ、代わりにここら辺に新たな黒の厚みができますよね。 だから宇宙流っていうのはこういうふうに囲いにいくんじゃなくて攻めながら自然と大きな地を作っていくわけですね。で切った時に、まあ、これ白の勝負手だと思うんですがこの手に受けなかった手この手 手手が決め手になりました、ねまあ、今ここの瞬間ですよね黒が駆けついだ瞬間ここの白が危ないので、まあ、部分的にはこんなもんですかね受けてれば普通なんですねで白が受けたら黒も危なくなりますんで黒も受けたかなと思いますねこちらにしっかり受けるとまあこう打てば相場 なんですがちょっっとと白が、ね、形成苦しいと見て勝負手を打ったんですねこれだとやっぱり下辺の確定時が大きすぎるので、まあ、白は普通の進行じゃまずいと見て変化したんですが、まあ、構わずこれやっぱり読みの力に自信持ってますね。構わずねこちらに打った手が厳しかったですね。 でここに打たれてもこっちらに打つ手があってまあここを取られてもねここの黒石さえ助かればいいのでここの黒石が助かれば自然とここの白全部取れるわけですからね、まあ、全部取れればいいということなんですが白もねここの手を用意してましたね。この手に受けると継がれてしまってこれはここの黒も危なくなってきますからね受けるとまずいという判断ですね。 まあしっかり取りましてまあこれでまた白が勝負手打ちましたねまあこちらに打てば白も繋がってるんですがこれはですね繋がってもこちらに一回戻られてこれどういうことかというとこれ白が損してるんですねこれ何でかっていうと あのここのまずここの白石が取られてしまったということでここの黒が非常に強くなったんですねでここの後ろもこれちょっと中から打ってしまってこれ結構持ち込みになっちゃってますんで,でここら辺もちょっと持ち込んじゃってるんでこれはもう黒が得しちゃったんですねだから普通にもう今更もともとこれ白から打てば繋がってる場所だったので今更もう繋がる普通に打つ 気にはならないんですね。だからまた勝負手打ったんですが、まあこれこうですよね。で、こうなんですが、鋼座が右下右辺にありましたね。で、後ろこう解消したんですが、こちらに打たれて、これは。 どうなってるんですかねこれは死んでしまいましたねこちらに打たれてここの白が右辺のこの白全部死んでしまいましたねこれはここら辺の白ちょっと得してもこの損が大きいですからこれやっぱり中村二段がここでも読み勝ちましてさらにリードを広げましたね でこっちに打ったんですがしっかりねここ繋がってまあこれでもう黒が圧倒的に優勢の碁になったかなと思いますね。でこの碁はもうしばらく打たれるんですが黒がこちらに繋いだところで白が投了して黒の中押し勝ちとなりましたこれ最後はどういう状況になってるかというとこちらに打ちましてこれ攻め合いという状況なんですが。 これ白が全部捉えちゃ捉えてしまったんですね白をツくぐらいなんですがこの瞬間黒が3点になってますんで,で白もこちらの白石が3点なのでこちらに詰めて黒が攻め合い1て勝ってるんですね。なので白はダメ詰めたいんですが、まあ、単純にここに切られて。 この一目取られてて攻め合いいは勝てななですねなんかこういうふうに打ってもまあこの瞬間この黒石は3手ですし123手なので3手なのでまあこちらに詰めて攻め合いは黒が無条件で勝ってますしまあここに打たなくてもこっちに打っても今度はここの白石を 取ることができますのでこれやっぱり白が潰れてますねなのでまあ、ここで投了も仕方なかったのかなと思いますというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました